も美味しい。ほんと甘いものばかりよくそんなに食えるよな。俺は見てるだけで胸焼けしそうだ。将軍アッパレード。心優しく穏やかな性格で家臣への気配りも完璧なため、使いたい将軍ナンバーワンの呼び声も高い。そんな彼は無類の甘いもの好きである。お食事中の皆様にお知らせです。まもなく特別イベントスイーツ大食い大会が開催されます。我こそはと思われる方はぜひご参加ください。大食い大会、もしかして参加すればいっぱいスイーツ食べられる？参加したい。ねえケーキ、出てもいいかな？まだ空気か。というかあまり目立って身分がバレたりしたら騒ぎになるぞ。心配ないよ、ちゃんと変装するよ。それにまさか将軍がこんな風にシチューでスイーツを頬張っているなんて誰も思わないよ。そうだろうが。あ、早くしないと締め切っちゃう。行ってくるね。僕も参加します。おっと、飛び入り参加だ。お兄さん、名前は？トミーです。トミーさんね。さあ、細身の男の子が入ってきましたが、他のスイーツファイターたちを相手にどこまで戦えるか期待大です。準備はいいですか？いきますよ、レディーゴー。うわー、スイーツがいっぱいだ。どれも美味しそう。なんと、こいつは恐れ入った。トミーさんが圧倒的スピードを平らげている。あの細い体の一体どこに入っているんだろうか。アメイジング。どんどん皿が空になっていくぞ。トミーさんの胃袋は底なしだろうか。あれ、もうなくなっちゃった。おかわりもらえますか？そこまで。こいつは予想外だ。優勝はトミーさん。まさかの優勝。商品はお食事無料招待券です。うわ、おめでとう。優勝した今のお気持ちは？ごちそうさまでした。とても美味しかったです。いただいた商品でまた来させてもらいますね。まだ食うのかよ。ただいま。ああ、優勝おめでとう。ありがとう。さてと、食後のデザート。やっぱりこのお店のスイーツは最高だな。生クリームたっぷりですっかり常連だし、あんな大会にまで出て、最近この店のスイーツを根こそぎ完食していくスイーツ王子がいるって噂が流れてるらしいぜ。へえ、そんな人がいるの。すごいね。お前のことだよ。王子？僕が？面白いな。僕は王子じゃなくて将軍だよ。いや、まあそりゃそうだが。いや別に褒めてないから。あんまり目立つことすると勝つにどやされるぞ。大丈夫だよ、ケーキもついてるし、ちゃんと変装もしてるし。いや、そういうことでは。家持ちは気づいてないみたいだけど、護衛びっちり張り付いてるんだよな。見張りの視線が鬱陶しい。俺一人なら負けるんだが。ん？
海舟からメール。絶対にバラすな。え、何これ。食事が終わり次第家持様に歯磨きしていただくように。もし虫歯になったらお前の責任だからな。絶対だぞ。それから承知しているとは思うが、護衛のことは決して話すことなきよう。心優しい家持様はきっとこんなに家臣たちを巻き込むならと外出を遠慮されてしまう。家持様の些細な楽しみを奪うことができようか。いや、できない。いや、長えよ。心を読まれたし、どこから見てるんだ。というか、こんなメールよこすくらいなら一緒に来ればいいのに。何してんだあいつは。海舟はなんて。ちゃんと歯磨かせろとさ。あいつお前に甘すぎじゃね。そうかな。ケーキにだって甘いと思うけど。自分がいたらケーキが嫌がるから遠慮するって言ってたよ。そんなことないのにね。あ、ケーキ、これ美味しいよ。一つだ。いらん。胸焼けする。美味しいのに。見てるだけで十分。カツにお土産買って帰ろ。お帰りなさいませ家持様。吉信様。うん、ただいま。では僭越ながら歯磨きチェックを。うわ、出た。幼児じゃねえんだから大丈夫だって。うるさい。これも全て家持様の歯の健康のためだ。心配してくれてありがとう、カツ。よろしくね。